6月の晴れた日、今日はしーちゃんとお散歩。あ、いい香り。これはハーブですか？はい、松山市の姉妹都市ドイツフライブルク市の方にご指導いただきながら作ったハーブ園です。この一角は市民の皆さんの憩いの場になっています。6月は環境月間。ここリックルは環境啓発の拠点として、さまざまな講座の開催や環境保全に関連する海洋プラスチック問題、ゴミの減量、地球温暖化、SDGs などに関するブースの展示、さらに VR 機器を使用した視覚体験などができます。これ全部販売してるんですか？はい、こちらでは粗大ごみとして回収された家具類の中からまだ使えそうなものを丁寧に職人さんが修繕し、リユース家具として販売しています。これ欲しいです。1000円で買えちゃうんですか？はい。これに座ってテレビ見たい。ぜひ。この机欲しい。さらに松山市シルバー人材センターやハートフルプラザロハスと協力し、お子様から大人のサイズまでを揃えた古着、お菓子、紙すき製品や着物のリメイク製品の販売なども行っています。こちらは24名まで利用できる自習室です。リックルに気軽に立ち寄ってもらうためお部屋を開放しています。15時30分から17時50分まで無料で利用できますので、ご利用の際は事務局までお越しください。フリー Wi-Fi もあります。ここリックルはいろんなことをしてるんですね。はい。あ、そういえば7月に大きなイベントがあると聞いたんですが。はい、リックルくるくるマーケットと題して、リックル開館記念日にフリーマーケットを開催します。第1回目のコンセプトは子育て。開催日は7月7日10時から15時。場所はここリックル。子育て用品を中心にさまざまなものが販売されます。ぜひお越しください。松山市では美しい街を目指し、市民大清掃を7月14日朝7時から9時に開催します。公共の場所や自宅周辺など、みんなで街をきれいにしましょう。どうでした？ここリックルは。はい、環境を守ることの大切さを知ることができました。日々の生活の中でもっともっと環境への意識を高めたいなと思いました。ちょっと家具見てきてもいいですか？あ、はい、行ってきます。私も。ハイト松山俳句ポスト365。石像の勇者に絡みつくバラよ。石像の勇者は剣を掲げているのでしょうか？その勇者に絡みつくとは何と思わせておいてのバラよという英単。企み通りの効果を実現させた語順、色の対比もさりげなく効いています。